合計6900円分の開封になります。いきます、せーの、ドン。あゆさん、こんにちは。ゲーミングお母さん、チャミです。今日はこちらローソンさんのラングド社を開封させていただこうと思っております。10個あります。私が近所のローソンで手に入らないんですよって番組で言ってましたら、私の近所には売ってましたとプレゼントしてくださったり、カフェで会った時にプレゼントしてくださったり、旅館にお泊まり来ていただいた時に手土産ですって持ってきていただいたりして、なんと10個も集まってしまいました。皆さんありがとうございます。せっかくなので番組で開けさせていただいて、皆さんと楽しんでいけたらなと思っております。すごいですね。10個の中でみつりちゃんが7個、むいちろうくんが3つです。なんかむいちろうくんの方がちょっとなんか人気があったみたいで、すぐに売り切れたということですね。それぞれの箱の中にはこちらにも書いておりますが、オリジナルのマグネットシールが入っております。むいちろうくんの方は男性キャラですね。シートの種類は全6種類となっております。こちらはみつりちゃんの方なんですが、女の子のキャラクター4人選ばれております。シートの種類は全6種類です。はい、というわけで皆さんからいただいたランクド社10個分、これ1つ690円なんで合計6900円分の開封になります。めちゃくちゃ豪華です。早速オープンしていきましょう。ゲーミングお母さん、まずむいちろうくんの方からいきましょうか。むいちろうくんの方は全部で3つあります。そうですね、狙いはやっぱり鋼塚さんが可愛いんですけれども、いやー、源也くんも可愛くて、いや炭治郎もむいちろうくんも可愛いので結局どれが来ても嬉しいっていうこの幸せな開封を楽しんでいきたいと思います。1つ目開けます。わあ、ドキドキしてきた。お抹茶味なんですね。それではいきます、せーの、もういきなり見えてるパターンかな、これ。ドン。あ、出ましたね。一番いいの折れた。レアキャラですね。むいちろうくんと源也くんです。やったー。後ろはこのような感じで注意書きが書かれてあります。お菓子はねこんな感じですね。わあ、美味しそう。まず1枚目、源也くんとむいちろうくんが出ました。こちらに置かせていただきます。もう皆さんがこうして覚えてくださっているのが本当に嬉しい。では2つ目いきたいと思います。いきますよ、せーの、炭治郎出ました。すごい、重なってないですね。バラバラのところからいただいたのに、すごい。連続して書いたわけじゃないので結構重なるかなと思ってたんですけれども、重なってませんね。はい、では早いですね。むいちろうくん最後の1個となってしまいました。いきます、せーの、ドン。あ、炭治郎、ちょっと重なってしまいましたね。でもめちゃくちゃ可愛いです。やりましたの男の子バージョンの開封が終わりました。結果はこのような感じになりました。では女の子バージョンいきたいと思います。女の子バージョンは手元にあるんですけど、もう持ちきれません。いい匂いしてます。7つあります。では開けていきたいと思います。おお、同じようにもう見えてるパターンですね、これ多分。いけるかな、せーの、ドン。あ、出ましたね、みつりちゃんとねつこちゃんです。やっ、めちゃくちゃいいのが出た。イエイ。こちらの方は7箱もあるので、うまくいけばコンプリートできます。どうでしょうね。では次、あー、ドキドキする。せーの、ドン。あー、重なってしまいました。はい、でもまだあと5箱あるので、コンプリートの希望は捨てておりません。そうですね、女の子の狙いを言ってなかったな。女の子の狙いはどれも可愛いど
どれも幸せですよね。まあでも推しがみつりちゃんなので今出てくださったので嬉しいんですけど、ソロのみつりちゃん狙っていきたいかなと思います。はい、ではいきます。せーの、ドン。あー、かわいい。めちゃくちゃかわいいじゃないですか。お花をね一緒に集めていらっしゃいますね。まあかわいい。バースデー期間中のかなおちゃんが出てくれました。はい、じゃああと4つです。いきたいと思います。それではいきます。せーの、ドン。あー、出た。出ましたね。やったー、みつりちゃん出てくれました。うん、嬉しい。やったやった、めっちゃ嬉しい。ではあと3つです。うまくいってますね。すごくいい感じ。あと出てないのがねずこちゃんのソロと葵ちゃんのソロとかなおちゃんと葵ちゃんのペアかな。それではいきます。せーの、ドン。あー、重なってしまいました。でもかわいいです。ちょっと重なってしまいましたね。次行かせていただきたいと思います。ラスト2個です。いきます。せーの、ドン。あ、出ましたね。またまたねずこちゃんとみつりちゃんのペアです。推しは何枚あっても嬉しい。ではですね、あと1個になってしまいました。はい、早いですね。最後の1個です。では皆さんに感謝の気持ちを込めながら開けさせていただきたいと思います。せーの、ドン。あ、出ましたね。かなおちゃんとあおいちゃんのペアが出ました。これ出てないやつです。やりました。やったー。ということは、ねずこちゃんのソロとあおいちゃんのソロが出なかったのかな。というわけで今回のランダムチャレンジ、このような結果になりました。いやー、めちゃくちゃ白熱しました。楽しかったです。それからランダム商品といえば、じゃじゃんとこちらの方も合わせていただいておりまして、こちらは同じくローソンさんでコラボ中のつながるアクリルキーホルダーですね。これが以前も開封させていただいたんですけれども、4ついただいております。1個700円もする高額商品なんですよ。4つも送っていただいてありがとうございます。そして無限列車のミニ色紙も、これも同じく700円だったですよね。そうですよね、700円、高額商品でございます。送っていただいてありがとうございます。今からこの5つを開封させていただこうと思います。どっちからいきましょうか。ではこっちからいきましょうか。無限列車のミニ色紙、このようなラインナップで、入っているということなんですけれども、これ私も1回チャレンジしたことありますよね。4種類の中で3つ煉獄さんで1つだけ炭治郎なんですよ。で、私の最推しは煉獄さんですので、これは煉獄さんが当たる確率が非常に高い耳色紙となっておりますと言いながら、炭治郎が出るのが私なんですけれども、炭治郎は炭治郎で嬉しいんです。もちろんただ最推しの煉獄さんを引き当てれたら嬉しいなという私の気持ちだけの話ですので、炭治郎に何も罪はないんですよ。はい、では行きましょうか。どなたが来てくださってるのでしょうか。せーの、ドン。あ、反対だった。こちら、あー、煉獄さんに来てくださいました。やりました。そうだ、この色紙送っていただいてたんだ。自分で引いたんじゃないんだ。ありがとうございます。煉獄さんが来ていただけるなんて、わー、めちゃくちゃ嬉しいです。大切にします。続きまして、つながるアクリルチャームを開封していこうと思います。1個目、あー、ドキドキしてきた。どうだったかな。こうだ、こうかな、こうかな、こうか。いきます。せーの、あ、こうかな。せーの、ドン。誰だ。あ、ねずこちゃん、ねずこちゃんが来てくれました。かわいい。ありがとうございます。せーの、ドン。それではいきます。せーの、ドン。
になりました。わあ、今日もすごい開封でしたね。それではいきます。せーのドーン。あー、玄也くんだ。玄也くんが来てくれました。ありがとうございます。はい、というわけでランダムアクリルチャーム、ちょっと見にくいかしら、このような結果になりました。素晴らしい。というわけでラングド社が650円の10個なので6900円、そしてミニ色紙が700円で、つながるアクリルチャームが3500円、合計1万400円の開封となりました。すごい豪華でした。皆さん本当にありがとうございます。というわけで今日はですね、皆さんのおかげでこんな豪華で楽しい開封をさせていただくことになりました。お礼のお品も随時送っておりますが、全然間に合っていなくてすいません。お待たせしておりますが、必ずお送りしますので待っててください。それから私はいつも皆さんにコメントをいただけて、もう毎日投稿しているので、なかなかこう全員の方にご返信ができず、ハートマークをつけるのが精一杯で、美容室とかに行っている間にちょっと返信したり、電車とか新幹線とかに乗っている間はちょっと返信できたりもするんですけれども、それも本当に限られた時間で、その他は旅館の業務であったり、動画編集であったり、事務作業であったりですとか、そういうものをしておりますので、とても間に合っておりません。もう皆さんにお気持ち返したいよって悩んでおりましたら、ゲーミングお父さんが少しでも皆さんに感謝の気持ちを返したいということで、ツイッターで皆さんになるべくこうお返事したりしたいなと、まあそれもすごく量が増えてきたら、お父さんも仕事をしておりますので、できる範囲でっていうことなんですけれども、全然感謝の気持ちがもう伝えきれなくて、お父さんに一部託させていただきました。ですので、なんか旅館に泊まりたい質問ですとか、いついつ空いてますかっていうのは、ゲーミングお父さんの方でももちろん大丈夫ですので、送ってくださいませ。よろしくお願いします。探り探りやってみるということですので、失礼があったらごめんなさい。ただ一生懸命にさせていただきますので、どうか温かいお目々で見ていただければと思います。はい、というわけで、この度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんは本当に皆さんありがとうございました。